ジェイソン・ジョセフ・ファーマニアックは、アメリカ合衆国イリノイ州出身のプロ野球選手。横浜ベイスターズ時代の登録名は、JJ。サンディエゴパドレス時代2000年の MLB ドラフト22巡目で、サンディエゴパドレスに指名され契約。2005年7月にピッツバーグパイレーツに移籍し、同年9月13日にメジャーデビューを果たす。2006年は、メジャー出場はなく、 オフにオークランドアスレチックスに移籍する。2007年は2年ぶりにメジャー出場を果たしたものの、ほとんどを 3A サ,サクラメントで過ごした。サクラメントではショートを中心に、セカンド、サード、レフト、ライトも守り、足もそこそこ速いためユーティリティープレイヤーとして活躍した。同年オフ、横浜ベスターズと契約。2008年、 開幕1軍は果たしたが打撃が安定せず、4月中に一旦2軍落ち、最小覚悟も状態の改善は見られなかった。主に2遊間を守ったが、守備、総力は平凡で、若手内野手企業の方針から8月9日に出場選手登録を抹消された。その後も2軍ではほぼフル出場したものの1軍から声はかからず、10月1日にシーズンを残したまま。 帰国し、その後自由契約となった。2009年はフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、ンカの3アンペアリーハイバレーでプレーした。2010年はタンパベイ・レイズとマイナー契約を結んだ JJ ファーマニアックに関するカテゴリー。ありがとうございます。